きょう午後1時50分ごろ、仙台市泉区松森の七北川で人が浮いていると消防に通報がありました。現場に駆けつけた警察などが仰向けに川に浮かんでいる高齢の女性を見つけ救助しましたが、その後死亡が確認されました。警察によりますと、現場付近にある高齢者施設で今日昼ごろから70代の女性が行方不明となっているということです。警察で亡くなった女性との関連を調べていて、身元の確認を急いでいます。